西出ダムは、岐阜県大野郡白川村と富山県南都市との境、一級、河川、小川水系小川に建設されたダム。高さ53.2メートルの重力式、コンクリートダムで、関西電力の発電用ダムである。同社の水力発電所、西出発電所、新生出発電所に送水し、合計最大93,200キロワットの電力を、発生する。 1939年、電気事業の国家管理下を目指す日本政府によって、設立された日本発送電は、小牧ダムや蘇山ダムといった大ダムを伴う小川の水力発電所群を継承し、上流に向かって開発の手を伸ばしていった。同年、蘇山ダムの上流で、小原ダム及び小原発電所の建設に着手し、1942年に運転を開始、 さらにその上流において、制デダム及び制で発電所の建設を計画。1943年5月1日に、静出水力建設所を開設し、建設工事に着手した。日本発送電は増大する。電力需要に対し、発電所の新設によって、応えようとした。しかし、太平洋戦争の激化に伴い物資不足は、深刻なものとなり、既存の発電所にある、 有給機器を新設する発電所向けに転用する措置が取られた。西出発電所には水車発電機が2台設置される計画であり、まず1台を静岡県の久野脇発電所から移設、転用することとなった。工事は戦時中に一旦中断された後、戦後の1950年に再開されたものの、完成を待たずして1951年に日本発送電が分割。 民営化され、小川の水力発電所群は関西電力に引き継がれた。同社は西で発電所の建設を引き継ぎ、まず同年11月に2号機が運転開始。残る1号機も12月に運転を開始した。日本発送電の分割、民営化の際、北陸地方にある多くの水力発電所が関西電力の手に渡ったことに対し、 北陸電力をはじめとする北陸地方の企業が反発。協議の結果、西電発電所は関西電力の所有するところとなったが、西電発電所で発生した電力量の半分に相当する年間8000万キロワット時を北陸電力に送電することになった。西電発電所の完成後、関西電力は上流の椿原発電所、 鳩谷発電所を1950年代中に運転開始し、1961年にはそれらの上流で建設されていた電源開発のミボロダム及びミボロ発電所が完成。その後、関西電力は、ソ山ダムに新ソ山発電所を1967年に増設したことを皮切りに、小川のダムに対する再開発事業を展開。次なる再開発地として、 聖デダム及び椿原ダムが着目され、新聖で発電所及び新椿原発電所が1975年に運転を開始した。1978年には聖デダムから下流の小原ダムまでの間に残されたわずかな落差を活用すべく建設された赤尾ダム及び赤尾発電所が運転を開始している。1987年、 鋭で発電所の水車発電機1台がか、変速実証機に改造された。発電機の回転子及び固定子を一新し、回転速度を190から2 1 0イナス1までの範囲でダイナミックに変化させることができるようにしたもので、が変速用水発電の実用化に向けて製造された。 原子力発電所の整備とともに不足が予想される夜間の商用電源周波数調整能力を確保すべく関西電力と日立との間で研究、開発が進められてきた技術である。西で実証機での成果をもとに製造された大高地発電所の用水機は1993年に運転を開始した。東海北陸自動車道。 岡山インターチェンジから国道156号を南下。赤尾ダムを過ぎると、岐阜県との県境に差し掛かる。当地には蛇行する小川に7つの橋が架かり、これらは、岐阜県と富山県とを結ぶものとして、飛越七橋と総称される。その一つ、西出橋の上から下流に目をやると、手前に新西出発電所、奥に西出発電所を望むことができる。 両発電所で発生した電力は、新北陸幹線を介して、関西に向けて送電されている。新北陸幹線は日本で初めて27万5千ボルトという高い送電電圧を実現させた、送電線路で、東の末端には、黒部川第四発電所が接続している。西電発電所には西電制御所が併設されており、小川の水力発電所群を遠隔操作している。 西で橋のすぐ南には飛び越し橋がかかる。この上から上流に目をやると西でダムを望むことができる。聖でダムの中央が県境となっており、向かって左手が富山県で右手が岐阜県である。ありがとうございます。